ターブル、世話を焼かせたな。さっさと出てこい。トランクス、大した奴らではない。相手をしてやれ。うん、トランクス、頑張れよ。油断するなよ。トランクス、そんな奴らさっさとやっつけちゃいなさい。オッケー。なあベジータ、奴ら二人ならこっちも二人でどうだ。トランクスだけで十分だ。おお、そっかそっか。ゴテ、はい。ベジータがトランクスと一緒に戦ってもいいってよ。わーい、トランクス君待って。カカロット、貴様。ベジータ、いいじゃないの。なんだ、戦闘力も低い子供じゃねえか。俺たちを舐めやがって。いい子いい子、してやろうじゃねえか。ターブル、奴らはフリーザの配下じゃないのか。残党です。運よく別の星に派遣されていたんです。今はフリーザに取って代わったつもりで。派遣？思い出した、当時はギニュー特戦隊と肩を並べていた奴らだ。今ではさらにパワーアップしてフリーザに匹敵するほどの強さです。なんだフリーザか。今となっちゃ大した敵でもねえな。ゴテンたちでちょうどよかったぞ。坊主、おままごとでもするつもりか。いい子いい子。いい子いい子。おじさんにもいい子いい子しようか。いいぞ、その調子だ。当然だ。コーヒーにサンドイッチいかがですか。もう許さんぞ。やるじゃねえか。おっさんたちもな。カド。トランクス、気を読んで本物を見抜け。そんなこと無理だよ。基本をサボりやがって。あんたが教えないからでしょ。お前に似てあいつが素直に学ぼうとしないのだ。私に似てですって。あんたに似たんじゃないの。あいつの性格はお前にだ。二人とも夫婦喧嘩してる場合じゃねえぞ。ゴテン、トランクス、手伝おうか。いいよ兄ちゃん、
自分たちでやるから。そんなこと言わずに本物を教えるだけだからさ、な。はい、そうこなくちゃ。後ろだ。うわ、右、だな、ピッコロ。まだまだ甘い。はあ、師匠はいつまでも厳しいな。ポテ、目をつぶれ。相手の気を探るんだ。本物しか気が出てないぞ。さっきからここにいるって。やっぱゴテンクスになっちゃった。まずはヤムチャさんの老眼夫婦拳。次は天津飯さんの配給拳いくよ。減ったな。パーティー会場に戻ろう。だべ。悟空さん、オラたちも早くごちそうになって帰るべ。父、まだ蹴るわけにはいきそうもねえぞ。やるじゃねえか小僧。弱いじゃねえかジジイ。飲みやがってスーパー破壊エネルギー砲。ハハハの。
眼光殺法スーパーワハハの歯はそう簡単には避けられんぞ。ん？スーパーワハハの。ずるいぞ。ははっ、悪い。ん？おめえたちその道具は。私のホテルが。パパ。きっとこれは反省しなさいっていう神様からのメッセージよ。ビーデル。やり直そう。ソト、また立てればいいじゃねえか。ああ、なんならシェンロンに頼む手もあるぜ。なるほど、その手があったか。パパ、やり直すんじゃなかったの？冗談だよ、冗談。本当に反省してんの？おらもう腹ペコペコだ。さあ皆さん、ホテルはなくなりましたが、豪華な食事は残りました。どうぞ食事の続きを楽しんでください。相変わらずね。んだ、食費がかかるだ。うん、おめえたちも食ってっか。いただきますよ。そっかそっか。うん、なんだ。ベジータ、いらねんか。貴様、楽しみに取っておいた寿司を。ん、食うつもりだったんか。悪い悪い。あっ、ベジータ、おめえ、俺のチャーシューを。貴様が先に食ったんだろうが。
中最後に食うつもりだったんだ。食い物の恨みは恐ろしいのだ。おらとおめえの仲じゃねえか。それとこれとは別だ。地球にとって恐ろしい敵でありながら、現れた時代がわずかに遅かったために強敵とも認められず、人々の記憶にも残らなかった悲しい悪人の物語であった。